ばんは。新緑は眩しく感じられる。本当ですね。今植物が元気です。本当です。そう思います。いらっしゃい。なかなか素敵なコメントからスタートですよ。バッテリーね、一応ね、オートバックスがあそこ持って行って見てもらったんですよ。そしたらね、バッテリー大丈夫って言われて、それで交換しませんでした。ポノさんいらっしゃい。マイボーさんいらっしゃい。タラランパンパンパラン、タラランタンリンコさんいらっしゃい。タラランタンタン、タランタンタンタン。ね、カトロニアソングでフィラドーラね、いい曲でしょ。これもリョゲットですよ。あ、時和田さんいらっしゃい。床板さんいらっしゃい。だいぶコロナがね、収まりかけてきたのでよかったですね。まあ、このまま、なんか怖い、その第二波みたいなのもあるみたいなので、怖いですけどね。はい、カズビワさんいらっしゃい。早速今日のレクチャー行きましょうか。皆さんはお変わりございませんでしょうか。まあ、僕の方はなんとか、まあ、日々老いを感じながらなんとかやってますけど、まあ、毎回、なんていうか、こう、こういう配信をしながらですね、少しずつその配信の仕方もよく分かってきて、で、慣れてきましたね。これもやっぱり何でもそうですけど、回数を重ねて続けていくと、徐々にね、良くなっていくもんです。私みたいに、私なんかも最初配信始めた頃は、たどたどしくて、緊張してて、もちろんその録音もそうですけど、録音の前に録音をかけて、皆さんもそうでしょ。ポノさん元気ね。皆さんもね、宅録をしてください。宅録っていうのは自宅録音ね。で、録音のスイッチを入れた瞬間に誰もいないのに緊張してしまうでしょ。不思議だと思いませんか。これって不思議だと思うんですよね、僕ね。人間ってだから、なぜ緊張するか。まずは、その、自分のこの実際の姿を目の当たりにするっていうのが嫌なんでしょうね。こんなはずじゃなかったみたいな。で、まずその録音があって、そして、失敗するでしょ。記録として残されるということが人間って嫌なんですね。そう言うと、この YouTube の僕の配信もそうですけど、まあ僕はだからもう、なんていうかな、恥も外聞もないんですよ。恥も外聞もないので、人間開き直ったら強いです。僕はそう思いますけどね。何の話かってすいません。今日は本題に入りましょうかね。今日はですね、
田口さんいらっしゃい、こんばんは、いらっしゃい。今日は、まあ私の何て言うかな、非常に大事な部分の根幹的なところにまあ入っていく、まあ入り口の部分、まあちょっと大げさですけど、つまりどういうことかというと、僕は存在、僕が尊敬するセコビア先生ですね。録音すると間違いにしようと思う気持ちがかえって間違い、そうそうそう。カメラの前で、録音機の前で、緊張してる自分を笑ってしまいますよね。笑っちゃいますよ。今日はね、セコビアの、僕が尊敬するセコビアの、いずれね、私がちょっと思ってるのは、まあ、セコビア奏法について、おこがましいんですけど、セコビア奏法について説明したいと思ってるんですね。というのはなぜかというと、セコビア奏法のことについて、具体的に解説してるものがほとんどない。ということです。まあ、ある部分によっては、部分部分では、その、セコビアの音とかです、タッチとかですね。そういうことを説明してる方はいらっしゃいますけど、セコビアのこの、なんていうんですか、本質的なものに触れて、それを説明してるものはないんですよ。ですから、まあ、私が知る限りにおいてですよ、おこがましいんですけど、少しそれを皆さんにお伝えしたいなというのがかねてからの私のね、その願望なんですけど、ただ非常に難しいし、誤解を招くこともあるでしょうし、はじめまして、ラグマ大変に参考になりました、ありがとうございました。いや、よかったですね、中村さんね、いらっしゃい。それでね、セコビアの音楽に対する考え方ですね、これセコビアのね、実はビデオがあるんです。これは何だったかな、ギターはソングとか、なんとか、そういう、結構以前のね、セコビアのドキュメンタリーですね。インタビューも交えたドキュメンタリーがあります。それ皆さん 見られたことありますか？セコビアを Spotify で聞きました。音が重く沈んでいるような印象がしました。まあ、いろいろね、特に入門者の方はセコビア聞くと非常にとっつきがたいと思います。で、非常に気難しいというか、違和感を覚えるかもしれませんけど、どうぞ、まあ私がね、なぜそのセコビアという人の演奏を、今日までね、やっぱり、崇拝してきたというか、その、私にとっての東大役、のギタリストであって、我々の、ギターの宝であることは間違いないんですね。で、残念ながら、その、セコビアを、その、理解できてない、っていうか理解するのが難しい方が多いので、少しでもですね、はい、説明したいと思います。で、前置きが長くなりましたけど、今日はですね、セコビアの、その、ビデオのね、ビデオを、YouTube でアップしてるのがあるんですよ。で、これは、私ね、今日はちょっとね、こんばんは、練習マーク、グレイブニン。著作権の問題が、毎回、YouTube を配信しててですね、まあ、この著作権の問題が一番あるんですね。で、今日もその動画を皆さんにアップして見せたいんですけど、ただこれ著作権の問題があるので、このまま直接ですね、皆さんにお見せするのは著作権の問題があるんじゃないかと思ってるんです。ですから、まあ、ギリギリこれだったらセーフだろうというところで始めたいと思うんです。というのはどういうことかというと、この YouTube の動画ですね、その YouTube の動画を、コマ送りで、部分部分を止めながらですね、その動画として流すんじゃなくて、部分部分をどういうふうに喋ってるかということを、
皆さんにお伝えしようかと思ってるんですね。セコビアがギターの魅力について語ってる部分があるんですよ。皆さんご存知ですか、そこのところで。動画の URL は貼っておきました。この私のウィンドウの下に動画の URL は貼っておきましたので、どうぞそれを見てください。これを見るのは問題ないと思いますので、よろしいですか皆さん、よろしいでしょうか。どうぞ見てください。私の今配信を見ながらでももしかしたら見れるかもしれませんね。パソコンの人でしたら、パソコンで私の今配信を見てらっしゃる方は、同時にそれをクリックすれば見れるかもしれません。それと今日の教材も上げておきました。今日の教材も上げておきました。では、本題に入りましょう。ですね、動画の URL のところをちょっとですね、止めたところを皆さんに多分見れると思います。はい、ありがとうございます。止めたところは皆さんにお見せできますので、ちょっと見せましょう。あ、これじゃないな。あれ？あ、これじゃない。これは皆さんのだ。あれ？まずいな。これじゃなかったな。あ、そうか。こうしないといけないのか。もしかしたら。あ、これで出た。ちょっと皆さんすいません。皆さんのコメントは見れなくなるのかな？これを映すと皆さんのコメントは見えなくなりますね。それが分かった。すいません。今の状況分かりました。私の今のこの配信環境の状況分かりましたかね？今は、落としたので、皆さんのコメントは読めます。ただ、これのセコビアの、画面を出すと皆さんのコメントは読めないということですね。こんばんは。そういう状態になります。それでもう一回、先ほどのセコビアの画面を出しましょう。ここでセコビアが語ってるんですね。この画面というのは何かというと、セコビア先生にですね、セコビア先生、あなたがその Why was it that inspired でね、そのギターのに何をこうその魂を込めるかという感じなんですよ。ギターの魅力について語ってくださいということをここで、インタビュアーが聞いてるんですね。で、あなたが始めた時にはレパートリーはなかったはずですけど、That's true, when you began, there was no repertory. By being the only string instrument, polyphonic っていう言葉を使ってるんですね。ここ、わかります？すべての楽器は、本当のポリフォニック。ポリフォニックというのは、音の構成、複合体の構成のことをポリフォニックというんです。多声部ということなんですけど、よろしいでしょうかね。もう一回申しますね。ちょっとごめんなさい。またちょっと画面がおかしくなりました。ちょっと切っときましょう。わかりますかね。今、セコビアがこの英語で喋ってて、YouTube のいいところは、特にパソコンの方は、これ自動翻訳も設定ができます。自動翻訳の設定は、この画面の、下側ですね。下側のところに設定の画面があって、で自動翻訳で日本語にも直してくれます。で、日本語ちょっとおかしいんですけど、ちょっとおかしくはなりますけど、でも大体の意味はわかりますので、で、セコビアが語ってるのを実はこのまま動画で流したいんですけど、著作権の問題がもしかしたらあるかもしれないので、それはちょっとやめておきますね。で、静止画面だけちょっと皆さんに、お見せしましょう。で、この後ですね、セコビアは、オーケストラとの、
比較をしてるんですね。で、まあギターという楽器はそのオーケストラの対極にあるものであるという例えをしてるんですね。ここに書いてあるね。To which we could look to with a reverse side of binoculars。binoculars っていうのは、まあ、双眼鏡という意味なんですけど、それの反対側にあるものだと。だからまあ双眼鏡を反対にしてみたようなものだということを言ってくれてるんですね。それで、あ、ごめんなさい。ここ画面が出てなかったですね。画面出しましょう。For instance, it is like an orchestra to which we could look to with a reverse side of binoculars. Binoculars. I mean by that, that everything, every instrument of the orchestra is inside the guitar.、どういうふうに語ってるかというと、まあそれぞれのオーケストラの楽器というのはギターの中にあるんだと。だからまあ双眼鏡で見てるから、反対から見たから、そのギターの、ボディの中にですね、そのオーケストラが全部入ってるんだということを説明してくれてるんですね。まあでも but in smaller sound size、 小さい音ですがというふうに言ってます。で、まあ、そのギターの特質を説明しているのに、ここにですね、It has many different colors, many different timbres. まあ、colors というのは、まあ、色ですよね。で、timbres は音ということですけど、違ったいろんな音を持っているということです。こういう説明してるんですね。And it is necessary to develop those qualities of the instrument. で、こういう、あの、音のですね、質を、まあ、開発しなければいけないということを言ってるんですね。で、ここで、まあ、for instance, if you have to play, と来て、ここで、まあ、セコビア先生の、動画で、演奏がですね、始まるわけなんですけど、いろんなその音色を駆使してですね、話してくれてます。ここまでよろしいでしょうか。王子さんいらっしゃい、それからロイン・メッセスいらっしゃい、ユタ・メタルさんいらっしゃい、それから山田和明さんいらっしゃい、それから翔子さんいらっしゃい、こんばんは、皆さんこんばんは。途中から入られた方、今入られた方はですね、もう一度説明しますと、今日は、セコビアが説明するギターはオーケストラだということを説明してくれてるんですけど、ギターのいろんな可能性ですね、まあ、ギターの魅力について語ってる動画にの解説を私が解説してるという感じですけど、で、その動画は URL で貼っております、この Windows のウィンドウの下に URL で貼ってますので、それをクリックすれば皆さんは見れると思います。ただ英語なので、翻訳してください。それとなぜここで流せないかというと、著作権の問題があると思うので、ここでは実際には皆さんにお聞かせしてません。こんばんは。クラシックギター入門講座同様にプレイリストに動画を残しておいてほしい。あ、残してますよ。残してますから。あ、プレイリストをね、作らないといけないかもしれないですね。はい、わかりました。また作っておきましょう。なるなり誠二郎さんね。はい。ここまで皆さんよろしいでしょうかね。ちなみにこの動画は皆さん見たことありますか？まあ多分ないでしょうね。私はこの動画を見て非常に今、新鮮だったですね。新鮮だったですし、あ、どういたしまして。新鮮だったですし、非常に影響を受けましたね。さすがセコビアと思いました。あのような説明ができる
ギタリストは他にいないなと思いましたね。それでよろしいでしょうか。で、セコミはですね、どういう説明してるかというと、まず具体的に私が演奏しましょう。ギターの音はその弦によって変わるということですよね。セコミアが弾いてたのはこれなんですよ。ありますか？音色にびっくりした。で、これを1弦でまず弾いて、非常に細い音で弾いたんです。で、これを2弦で弾くと、こういうふうに変わりますよということを説明したんですね。で、さらに3弦で弾くと、こうですね。こうか。ちょっと同じようにちょっと弾けないんで申し訳ないですけど、ああいうパッセージを弾いてるんですね。だから弦が変わると音色が変わるということを説明してるんですね。で、あとですね、この、ピッチカートを説明してますね。同じようなことはちょっと弾きませんけど、これピッチカートですね。ピッチカートと、あとは、ブラスバンドのこと、ブラスのような響きが出せるというのを説明してます。同じパッセージじゃないですけど、違う質問来ましたね。 Another question about German Spruce Key とシダーでも音の違いあるのでしょうか。あります。 German Spruce の方が音が硬いです。シダーは柔らかいです。ただどちらでもいい音楽ができますので、どちらでもいい音楽できますから。ピッチカートですね。それからあとは、セコビが説明しているのは、低音源はチェロのように響かせることができるということを説明してくれてます。そうです。こういうふうにですね、チェロのように、まるでチェロをこう弾いているように。あとは、セコビアが説明しているのは、ピアニシモで和音が出せるということを、あそこの、動画の中でね、言ってますね。一度日本のテレビで放送されました、字幕付きで。ああ、そうなんですか。なるほどね。で、こういうふうに、ビララボセチュードナンバーワン。Sorry, today's lecture is about playing style, explaining playing style of Segovia. So sorry. Now I understand what you mean. Cheroton, it's Birala Bos, not Etude One Number One. This is Prelude Number One.プレリュードナンバーワンです。ちょっと脱線しました。ごめんなさい。それで今日の次のテーマに入ります。ということで、私が言いたいのは、結局セコミアの音楽の根幹にあたる部分が何かということを皆さんにお伝えしたいんですけど、一言で言うと、ポリフォニックなんです。ポリフォニックということが、ギターに限らず、私は
音楽、西洋音楽のですね、特に西洋音楽の、音楽の根幹にあたるところだと思ってて、でこのポリフォニックの音楽をギターが再現できるということですね。まあいずれこのことについてもう少しですね、私なりに解釈していること、皆さんにお伝えしたいことがあるんですけど、はい、もちもちさんいらっしゃい、それは、またね次回それを説明したいと思います。段階的に皆さんにお伝えしようと思っています。で今日の、その次の今日の、講義内容ですねは、まあある試みをしました。私は今日どういう教材を作ろうかと思って、何を話そうかと思ってちょっと考えてたんですけど、あることを思いつきました。それは、先ほど、まあ、セコビアが紹介してくれた、いろんな楽器ですね、いろんな楽器の音色を出せるということを紹介してくれたんですけど、じゃあそれをそのいろんな楽器が出せる練習曲を何かないだろうかと思って、それでまたキラキラ星をですね引っ張り出して、皆さんにキラキラ星でいろんな音色を出して遊びましょうということで、そういうその教材を作りました。でその教材は今日上げてます。これも URL で貼り付けてありますので、それを利用してください。これですね、皆さんにお見せします。これです。これが今日私が、作った、出来たてほやほやの出来たてほやほやの今日の教材です。よろしいでしょうか。毎回毎回キラキラ星で申し訳ないんですけど、まあでもやっぱりこの一つの曲で説明する方が分かりやすいでしょう。皆さん一つの曲で説明する方が分かりやすいと思うんですね。毎回毎回キラキラ星で申し訳ないんですけど、でちょっとねこういう風に遊んでみました。ここのとこですね。だからドドソソララソってでしょ。ここのところは最初は普通の音で、でファファミミ、ここを柔らかい音にしてみましょうか。遊んでですね、ちょっと12フレット寄りで、で今度は硬い音でソーソーファーファーミーミーレ、ここ硬い音で、で今度はちょっと三弦を使ってですね、セコビアのようにすごく柔らかい音でちょっと弾いてみましょうか。こういうちょっとお遊びをしてみましょうか。皆さんわかります？まずはちょっとじゃあ私の演奏を、ちょっとお見せしましょうか。はい、ホセさんいらっしゃい。ちょっと一回これを見せましょうね。今日はかなりもう革新的なところを喋りましたよ、ホセさん。かなり革新的なところを今日は話しました。で、ちょっと弾いてますね、まずね。まず普通の音ですから、だいたいね、このサウンドホールの上あたりがいいです。よろしいですか？で、今度は柔らかい音で。で、今度は硬い音で、ブリッジよりですね、この辺で。で、今度はすごく柔らかい音で。で、また普通の音で。柔らかい音で、まあこれはちょっとした思いつきで、まあ後で動画見てください。これ上げてますからね、後でちょっと見てください。これはちょっとした思いつきで、私が考えたもので、別にこう弾きなさいというわけではないんですよ。ここはどこで普通の音にしたり柔らかい音にしたりするのは皆さんで自由に決めて構わないです。硬い音で弾いたり柔らかい音で弾いたり弦を変えてみたりですね。それで
まあ先ほどのあのセコビアのオーケストレーションの話でいくと、まあ普通の音は普通の楽器だからちょっと難しいですけどね、どういう楽器かっていうのは、Thank you。まあ普通の音だったら、まあバイオリンにしましょうか。柔らかい音だったら、まあ管楽器が一番わかりやすいですよね。柔らかい音の楽器だとすると、まあホルンとかユーフォニウムとか、あるいはクラリネットなんかも柔らかい楽器かもしれませんよね。で、今度は硬い音だったら何かというと、まあ、金管楽器ですよね。金管のトランペットとか。まあ、フルートは硬い柔らかいちょっと難しいですけどね。あるいはオーボエも。オーボエも硬い音でしょうか。こういうふうに楽器を変えることができる。楽器の音色を模倣することができるということですよね。それだけでもギターの表現の幅がね、広がってくるということです。まあこれトライしてみてください。で、その次ですね、ソフトの時だいぶ上で弾くんですね。セコビアの弾き方ですが、いや、そうじゃないです。セコビアはそこまでやってません。ちょっとね、まあ、極端に私はこうやりましたけど、セコビアはそこまでやってません。セコビアはですね、セコビアのすごいのは、この右手のタッチで音色を変えてます。なかなか難しいです、これは。爪の当て方を変えることによって、セコビアは音色を変えてますね。まだ、なかなか至難の技です、それは。ここを変えるだけじゃなくてですね。硬い時はこちら使ってますけどね。その次ですね、ピッチカート。ピッチカート行きましょう。これは、ピッチカートはまあここの手のこのここですね。この手のひらのこのここのところで軽くまあ弦の上にこう軽く触ってですね。このブリッジ寄りのところでまあ音をまあ少し殺すというか。これはピッチカートです。で、今度はですね、6番は、チェロのような音で弾いてみましょう。まあ、あ、そうか。ちょっとこれ弦のちょっと指定がちょっと忘れましたね。これ、ここの5弦のところです。ここちょっと楽譜訂正しときます。ちょっと私が意図するところとちょっと間違ってた。ここは直しときますね、後でね。こういうふうにですね。それで、また最初のところにピッチカート。こんな感じでしょうかね。ちょっとここは教材が私、今日即席で作ったものですから、ここのところは私が意図するところとちょっと間違ってました。ここは、5弦でやりたかったんですけど、ちょっとね。チェロのような。こんな感じでしょうか。その次ですね。まあ、この楽譜は今のところここです。ここちょっと間違ってました。ここのところごめんなさい。ここは私のミスですね。ここ間違ってます。ここのところですね。ここは書き直しをしておきます。おそらくタブ譜も楽譜もちょっと間違ってます。ここはすいません。ここは直しておきますね。サイダウンロードして印刷してください。それで、その後ですね、今度は、ブラスの響き、模倣してましたよね、セコビアがね。動画で。で、これをちょっとま、私なりの編曲で、キラキラ星を私なりの編曲で、やってます。これはちょっとですね、ここの私のこの編曲は、楽譜が読める方は分かると思うんですけど、
ちょっとこれ難しいです。これが弾けたら、まあ皆さん実力者ですよ。私が今これ、第3番ですけど、編曲で皆さんにお見せしてる。でね、固めの音で和音しっかりですね、セコビアタッチじゃないとダメなんですけど、やると、ブラスバンドのような響きが出るんですね。まあそれを、セコビアが、動画の中でね、ビデオの中で説明してたんですけど、まあギターの場合でしたら、ちょっとお見せしましょう。こういう感じなんですよ。ここで初めて。ごめんなさい、さっき間違えたね、ちょっとね、これね、ここですね。ごめんなさい。こういう感じでしょうかね。これでまあブラスバンドのような響きが出るということです。はい、高橋さんいらっしゃい。こんばんは、遅くなりました。音色表現とても興味深いです。まあ学習してみてください。で、まあこれセコビアこれを説明してて、その後ですね、非常に小さなピアニッシモ OP でということで、あ、これ順番も間違えちゃってる。ここが8番にならないといけないんだわ。これもすいませんね。本当に即席で、ちょっと、教材作ったもんですから、今日ね、本当に、出来たてほやほやなんです。これ、今日ちょっと考えてちょっと作ったもんですから、ちょっとおかしくなっちゃった。それで、非常に小さなピアニッシモ P でということで、この楽譜見てください。こういう感じですね。で、セコビアが説明してたのは、このあたりぐらいでですね。ピアニッシモで。こういうような弾き方があるんですよということですね。これも非常にギターの綺麗なところです。だから必ずしもその、強くて、太くて強くてね、大きい音だけがギターの音じゃなくて、こういう、こんな繊細な音も出せるんですよということを、まあ伝えたかったんだと思うんですね。こんな感じ。で、またさっきのブラスのように、またブラスになるというか、そういうようなお遊びしてもいいですね。そういうような遊びもやってもいいということです。それで、その後ここからは非常に難しいです。これ人工ハーモニクスなんで、これはもうできる人はできるし、できない人はできない。これはまあ最後の事例ですけど、人工ハーモニクスと自然ハーモニクスというのがあってですね、自然ハーモニクスというのは、こちらの方で軽く触ってですね、音を出すのを自然ハーモニクスというんですけど、まあ、昨日ですかね、昨晩この、この倍音の話をした、これは、だから、まあ、ナチュラルハーモニクスなんですけど、で、人工ハーモニクスというのは、こちらで押さえておいて、この右手の人差し指で軽く弦を触って、で、あとは薬指で弾くんです。これ非常にまあ難しい技術です。これは、初心者の方はこれ、いずれ習得しないといけないことですけど。で、これ、開放弦の時はこちらに。ちょうどですから、ここ、例えば、どう押さえた時には、ギターは1オクターブ上の、ここの箇所ですね。これがまあ、これ、こっから数えて、10に足せばいいんです。ということは13フレットのところをこちらの方で軽く触って、例えば0だったら、
ここは3フレットですから3プラスの12で15フレットのところですね。これでドレミファソラシドになるんです。これが人工ハーモニクスという弾き方なんですけど、非常に面倒くさい弾き方です。でこれを使ってですね、最初のところはこうやるんですね。これはまあハーモニクスで、あともう一つ、まあついでにということで、これはセコビアはこの説明はしてませんでした。タンボーラですね。これも、まあ、ギターとしては面白いテクニックの一つなので、タンボーラもちょっとやってみましょう。タンボーラはですね、タンボーラも何種類か種類があるんですけど、まあ一般的にはですね、ここの親指の手のこのここですね、右手の親指の、左側の部分で少しこう回転させながら、ここのブリッジの上をですね、このブリッジのちょうど上か少しこっち側ですね、を叩くんです。そうすると太鼓のようなね感じの音が出るんです。でちょっとやってみますと、こういう感じなんですね。これはまあ書き方は、楽譜ではこういうような書き方になるんです。タンボーラですね。このような音色の多彩さはクラシックギターならではの楽しみです。その通りなんです。まあ、先ほど言いましたように、セコビアが伝えたかったのはこのことなんですね。セコビアが伝えたかったのはこのことなんですよ。こんな感じです。いろんなことができますよね。いろんなことができる。ごめんなさいね。いろんなことができる。まあ言うなればおもちゃ。ギターというのはおもちゃのような楽器なのかもしれない。だけどそこには非常にその繊細な世界がその中に隠れてるということなんですね。だからまあセコビアはどういうふうに説明したかというと、そのオーケストラを、双眼鏡で反対にしてみたようなものだという説明の仕方を していますし、あとセコビアが非常に僕は好きな例えなんですけれど、地球よりもはるかに小さな惑星から届く、で演奏されているオーケストラだという言い方もしてるんですね。セコビアは割とその宇宙規模的な例えをするんです。宇宙規模的な。これって私はね、セコビアの、なんていうか、心の広さだと思っててね。そういう宇宙規模的な例えをするということは、そういうことじゃないかなと私は思うんですけど、まあそこから学ぶことがたくさんあって、私たちはですね、ですからこういうオーケストラっていうのは理想のクラシック音楽のね、一番理想、音楽の、完成された形というふうに理解してますよね、オーケストラっていうのは。でこれは私はね、後々ちょっと話をしたいんですけど、オーケストラの魅力って皆さん何でしょう？オーケストラの魅力って皆さん何だと思います？なぜオーケストラってあんなに素晴らしいんでしょう？皆さんにお聞きしたいんですけど。
音が大きいからでしょうか、人数が多いからでしょうか。どうぞご自由にコメント入れてください。この時間差が面白いですね。この時間差がね。だからこれね、僕は今問いかけてるのは非常に逆説的なんです。非常に逆説的な問いかけを皆さんにしてるんですけど。こんばんは。ギターの奥行きの深さが感じられます。福田太郎さんいらっしゃい。誰か何か答え、僕が思ってる答えと同じ答えの人ないでしょうかね。ポロンさん正解です。そういうことなんですね。音色の多彩さということです。オーケストラの素晴らしさというのは、シンフォニー和音と楽団の調和。それはまあ人間的なことですよね。それはね、楽団の調和ということは。オーケストラがなぜ美しいか、素晴らしいか、完成された音楽の形であるかということはね、いろんな音色が、音色の楽器の複合体なんですよ。こんばんは。いろんな音色を合わせられるからですよね。中村さんいらっしゃい。そうです。だからオーケストラというのは音でもって色彩を表してることができるアートなんですよね。音楽のアートなんですよ。一つの楽曲をいろいろな音でドラマチックに奏でる。ドラマチックということが色彩豊かということなんです。だから同じ楽、例えばだからそういうことを考えたときにね、同じ楽器のだけが集まってオーケストラを作るとするでしょ。例えばクラリネットだったらクラリネットだけのオーケストラっていうのもあります。ギターだったらギターだけのオーケストラっていうのもありますけど、やはりちょっと物足りないでしょ。それは同じ音色の楽器が集まってるからなんですよ。多彩な音色のが集まってるオーケストラとは違うから、やっぱりちょっと物足りないんですね。まあこれはオーケストラが完成された音楽の形であるということを物語ってるんですけど、でそれを裏返すと逆説的に考えると、ギターはそれを持ってる楽器だからなんですよ。ギターはそれを持ってる楽器なので、だから素晴らしいんです。だからまあそれを、ギターのその素晴らしさを表現するためにはそのテクニックがいります。その音楽的な技術が必要なんですけど、その人の持ってる音楽性というものが必要になってくるんですけど、でもその音楽性とは何かということを考えた時には、セコビアの言ってるその音色の多彩さで、それはオーケストラであるということと、ギターはその小さなオーケストラであるということを語ってるということなんですね。まあだから僕はですね、長くそのギターをやってきて、非常にそのスランプに陥ったこともあるし、所詮ギターなんてこんな楽器だというふうに思ったこともあるんですよ。ギターなんてもう、なんていうか、単なるおもちゃのね、バイオリンとかピアノとか、他の楽器と比べて、やっぱり見劣りする、おもちゃのような楽器なんだというふうに思った時期もあったんですね。でも、そのセコビアの言葉とかギターを極めることによって、ああギターっていうのはすごい楽器なんだなっていうのに気がついたんですよ。絵の具と同じですね。まあだから色彩というのは、だから私たちは五感で感じますので、音で感じたり、あるいは、色彩の視覚で感じたり、あるいはその一流のシェフだったら味覚をハーモニーとして感じるわけでしょ。嗅覚もそうですよね。私たちは五感しかないんですから、その五感の中で、どう感じるかなんですよ。多彩なものをどう感じるか、それがハーモニーということで、私たちは音をハーモニーとして感じるわけですよね。
よろしいでしょうかね。まあ、だから私はギターが素晴らしい楽器だということに確信したんです。まあ、ピアノと例えて申し訳ないんですけど、もちろんピアノも素晴らしい楽器なんですけど、ただ、そういうその繊細さというものは、私は兼ね備えてないと思うんですね。ギターほどは。あんなにそのピアノほどたくさんの音は出せませんし、華麗なテクニックもないですけど、ただギターのような繊細な世界を表現できるものっていうのは他の楽器にはないと思います。だから非常にそのギターという楽器は個人的なものだし、非常に小さなものだし、繊細なものだし、別の例えをすると、私はね、ギターの世界っていうのは、万華鏡の中を覗いたような世界じゃないかなと思ってるんです。とても小さいんだけど、覗くと万華鏡のように広がってると。そのような世界じゃないかなと思ってますね。まあ、これが私の、到達したというか、やっとこの年になって分かったことですね。だからどうぞ皆さん、多分ここに来ていらっしゃる方っていうのは、皆さんギターを弾きになられたり、あるいはギターお好きな方が多いんだと思うんですけど、どうぞギターというのはこんなに素晴らしい楽器であるということを分かっていただきたい。で、それを具現化してくれたギタリストがいたということです、かつてね。それが僕はセコビアだと思ってて。で、こういうふうに考えないようにしてください。どうしてもそのギタリストを横並びにしてですね、その技術的にどうのこうのとか、ギタリストとして考えるんですけど、セコビアはアーティストです。私はそう思ってる。ギタリストじゃなくて、もう一つ上のセコビアが表現してくれたことっていうのはアーティストなんですよ。単なるギタリストではなかったということです。ギターの良さ3世です。ありがとうございます。ギターを弾いてますが、ピアノの表現力にはいつも引けも感じます。その通りなんです。私たちはね、これを払拭しないといけないです。私たちは、ギターというのはもっとピアノよりも、もう今日はちょっとね、ピアノの先生がいらっしゃったらちょっと失礼に当たるんだけど、ギターの方がはるかにピアノよりも繊細な楽器です。で、私たちはギターはですね、ピアノのようになっちゃダメなんです。で、かつてそのようになったことが何回もあるんです。ギターのその歴史の中でですね。まあ、例えば、ロマン派のギター音楽が一回、壁にぶち当たって一回途絶えたことがあるんです。それもそうなんですよ。音の多さだけで、音の多さね。ピアノっていうのは音が多いんですね。非常に多いんです。で、その中で色彩を作っていかないといけない楽器なので。で、私たちギターの音っていうのは非常に少ないですから。で、音の数を増やそうとするんですね。で、もちろんそういう、あり余るテクニックがあれば、あり余る技術が持っていれば、そういうことは可能でしょうけど、でも、そちらに行くとギターの本来の美しさを失ってしまうんじゃないかと私は思っています。ギターというのはもっと別な意味で美しい楽器だと思っています。これは私の思っていることなんですね。それと、やっぱりこういう繊細で、まあ弱い楽器ですか？繊細で小さくて弱い、壊れやすい世界というのが、これからのデジタルな社会ですね。これからのデジタルな社会においてですね、地球環境がこれから壊れつつある中で、私はね、こういう細かいことに対する配慮が一番大事なんじゃないかなと思ってます。ちょっと大げさな話してますけど。なぜかというと、ポリフォニックっていうのは複合体なんです。私たちも全てが複合体で成り立ってて、この世界も全て複合体です。
で、皆さん一人一人がどの人が欠けてもやっぱりこの世界は成立しないんですよ。この世界にいる皆さん全て、この人全ての人が、あるいは目の前にある全てのものがどれ一つ欠けてもこの世界は存在しえないんだけど、どうしてもですね、その暴力的に物事を考えてしまうと、そんなもの一つのけてもいいじゃないかという考え方になってしまうんです。これは繊細さの欠如なんですよ。繊細さの欠如。まあそれを私はギターから教えられたということですね。ちょっと大げさな話になりました。またとんでもない、うんちくを語りましたので申し訳ありません。どうぞね。だから私たちが持ってるギターは世界一素晴らしい楽器を持ってるんだということを自負しましょう。世界一素晴らしい楽器を私たちは演奏してるんだということを自負しましょう。で、それを語りましょう。どうぞね、ピアノとかバイオリンとかオーケストラに引け目を感じないで、他の楽器と比べて引け目を感じないで、私たちは素晴らしい宝を持っているんだということを思ってください。初めて YouTube でセコビアの演奏を聴いたとき、私も音色の多彩さに驚きました。同じ指からなんであんないろんな音が出るのか不思議でなりませんでした。そうですね、やっぱりもうなんていうか、音の魔術師というかね、まああれが、あれこそがアートなんでしょうね。そう思います。まあ、私にとってもだから東大薬なんですよ、セコビアは。毎回毎回路頭に迷いますから。で、その時にセコビアがいてくれるので、そこに戻ることができるんですね。変な方向に行かないでいいですから。ポノスさんの、えなりさんいらっしゃい、ヘクトシュッタブエナディアスサベストカールアルムタンゴコマラコンクンパルシータアンテスヨトカーバコンパルシータペルアオラジョノエストヤブランドデスト、オイエストイダンドラクラセデソブレラコモラアルテデラセゴビアエストヤブランドイエスポリカンドエスタスコーサロセントケヨオイジョノトコラギターね。人間のあり方も教えてくれるのがギターなのですね。まあ、何でもそうです。ギターじゃなくてもいいんだろうと思うんですけど、一つのことを、まあ僕はもう全く不器用な人間なので、まあギターしかできない人間なので、一つのことを続けたことでちょっと見えてくることがあったということです。で、それがまあ全てに通じたので、まあ今は良かったなと思ってますけど、何でも構わないと思いますね。だから一つのことを、やり続けることによって、あるいは一つのことを何か見続けることによって何かが見えてくる、ということじゃないかなと思いますね。来日はした時はセコビアに行きませんでした。私は留学中にパリでセコビアのコンサート聞きに行きました。でなーなヘクトーシュルターロセントロセントロセント。オートディアトカレ、クンパルシータ。ギターに向いてる曲もあれば、ギターで表現難しい曲もあるような気がします。その通りです。まあ、またセコビア、セコビアでね、もうなんかセコビア教みたいになって申し訳ないんですけど、セコビアの演奏してる曲が大体間違いなくギターに向いてる曲です。セコビアが演奏してる曲が。あるいはタレガの曲ですよね。タレガの曲。あるいはリョベートの曲とか。で、前回というか以前に私がここで演奏した、アップロードしてますけど、竹光徹さんの、ギターのための12の歌とか、たくさんギターの作品書いてくれてます。素晴らしいと思います。本当に素晴らしいと思いますし、音楽的だと思いますけど、ギターに特化してるかどうかということ
になると私はちょっとクエスチョンなんですよ。ギターに特化してるかというと、どういうことかというと、その曲を他の楽器で演奏しても美しい場合があるんですね。でもギターじゃないと出せれない、例えばアルハンブラとか禁じられた遊びとか、こういう曲だったらこれはやっぱりギターでしょ。だからやっぱりレパートリーはやっぱり選んでいかないといけないと思いますね。趣味を持ち続けることが大事でしょうね。そうと思いますよ。たくさんの趣味を持たなくて一つでいいんじゃないですか。一つか二つでね。ジョン・ウィリアムズってどういう位置ですか。素晴らしいと思いますよ。素晴らしいと思いますけど。けどで止めておきます。まあ、あとはもうこれはね、好き嫌いですから。好き嫌いですから。ですから、位置づけっていうのは、皆さんそれぞれですればいいですよ。だからこれは僕は音楽とかアートの本質だと思ってて、私たちはそれぞれで評価して、位置づけを したいんですね。この ギタリストはどうだ、このギタリストどう、もちろんその位置づけしていいんですけど、それはね、個人個人で持っておけばいいと思います。人に強要するものでもないし、この例えばこのギタリストはこうだからこうなりなさいというふうに強要するものでもないと思いますから、私はこのギタリストが好きでいいんじゃないでしょうか、私はこの音楽が好きでいいんじゃないでしょうかね。はい、今日もうんちく語らさせていただきました。ありがとうございました。長々と喋りました。楽譜に不備があったり、今日はですね、超初心者のためのギター講座9ですね、8じゃなくて、それ結構不備があるので申し訳なかったです。あー、スターウォーズの人ね、同盟のギタリストとしては2人いますからまああのあっちのジョン・ウィリアムズの方が有名ですよ。スターウォーズのジョン・ウィリアムズの方が有名だし、作曲家ですからね。あ、素晴らしいと思います。もちろんギターのプリンスのジョン・ウィリアムズもすごいですけど、あとはないですか、皆さん何かお話になりたいことはないですか。ありがとうございました。明日ゆっくり視聴させていただきます。はい、ありがとうございました。まあ、まとまりのない話でね、申し訳ないです、本当に。もっとね、きちっと整理しながら話さないといけないんですけど。西垣さん、懐かしく聞いてました。ああ、2回ほど目の前で生演奏。そう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 。あの人は、なんていうか、やっぱある意味、天才ですね。西垣さんは、ある意味、天才です。いや、それ別に限ったことないですよ。青木先生のギターは杉がメインで、松になるかもしれないし。どちらでもいいです。松でも杉でも。いいギターだったらいいです。繊細だけど素晴らしい音を奏でられるこのギターに歌わせるようになりたいな。まだまだ板で難しいけど、そうです。ギターを歌わせることができたら、どんな簡単な楽器であっても、皆さんの心でギターが歌わせられることができたら、皆さんはギタリストです。ありがとうございました。私は青木先生もアーティストだと思ってます。私はね、自分では自称アーティストの端くれと思ってます。自分は。アーティストの端くれです。自分でアーティストとは言えないですけど。アーティストの端くれです。皆さんありがとうございました。終わりにしましょう。また次回お楽しみに。そうです。皆さんギター談義が好きだからね。
どうぞご遠慮なく、皆さんもこっちもブッキーラボに話してますし、皆さんも遠慮なく、なんていうかな、私の家族ぐらいのつもりで、私の家族ぐらいのつもりで、親か兄弟か息子か娘か友達かぐらいでね。それではありがとうございました。はい、おやすみなさい。